フィリップ・マール・ハイネッケ・フィリップ・コンラート・マール・ハイネッケは、ドイツの神学者、哲学者。ヘーゲル学派の人物として知られているが、右派か中央派かは研究者によって意見が分かれる、ところである。ハノーファー・キンコーヒルデスハイムの生まれ、ゲッティンゲン大学で神学を学ぶ。1805年に、エアランゲン大学の院外教授に指名される。1807年に、ハイデルベルクに移住。 1811年に、ベルリン大学の哲学の聖教授に就任。1820年からは、フリードリヒ・シュライア・マハーと共に、教会の説教者として活躍する。当初は、フリードリヒ・シェリングに影響されていたが、ゲオルク・ビルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲルが著名になってからは、ヘーゲルの文化生として活躍していった。そして、ヘーゲル派の代表的な人物として見なされるようになった。 マールハイネッケはヘーゲル哲学の伝統的な考え方によって教会におけるすべての教義を説明しようとした。こうした姿勢は新しいキリスト教の形式を生み出しヘーゲル主義的キリスト教論の礎となった。この考えは当時ドイツの哲学界を独り占めしていたヘーゲル学派の面々に様々な影響を与えたと言える。マールハイネッケは こうした考えのキリスト教の教義学を学問としてのキリスト教の教義基礎論として出版した。1819年の第1版ではシェリングの影響の下で書かれたものであったが、それ以降の版のものはヘーゲル学派のメンバーとしてヘーゲルの考えに沿ってキリスト教の定義づけに変わってきている。最後の版である第3版は1847年と、 マールハイネッケの死後に刊行されたものであった。特にマールハイネッケは、キリスト教の信条研究に優れており、キリスト教の信条は、彼が残した傑作である。信条学の制度、ドイツ宗教改革の歴史、ドイツにおける宗教改革の出現と拡大などがあり、宗教改革に関しての著作もある。ありがとうございます。